カリン、どうしたの？演奏会始めないの？まゆし、まゆし、演奏会じゃなくてセッションだお、セッション。別にどっちでもいいわよ。そんなことより早く始めましょう。でもほら、さっきからオカリンがボケーっとしちゃってんだよね。なになに、岡部凛太郎、もしかしてあれだけ人に練習しとけって言って自分は全然してないとか？それともひょっとしてあいつのことを思い出しちゃったのかにゃ。あのクリスマスライブの日、フェイリスたちを残して行っちゃったあいつのこと。俺たちはバンドをしているのだ。しているのだなって言い出したのはあんただろうが。俺が？バカを言え。なぜ俺がいきなりバンドやろうぜなどと言わなきゃならんのだ。ならんのだっつっても、実際にオカリンが言い出したんじゃんか。そうそう、ニコニア動画の第1回好きなアニソンやってみたで賞金をゲットしてラボの資金に充てるぞって。ニコニア動画？そうだよ。なんかね、投票で一番人気のあった動画に賞金が出るんだって。ラボメン全員で演奏してそれに応募するぞって。いきなりお前楽器はできるかなんて聞いてくるからびっくりしちゃったよね。ちなみに楽器はフェイリスタンが借りてきてくれたんだお。お店のお客さんたちに頼んだら心よく貸してくれたにゃ。でも知らなかったな、橋田イタルがドラムできるなんて。ドラムなんてやったことないよ。え？でも何の楽器やりたいって言われた時真っ先にドラムだって。いやー、だってほら、僕ってばどう見てもドラムって感じだしさ。だけどやったことないのに大丈夫なの？それなら心配いらないよ。ゲーセンで鍛えた僕の腕前はそんじょそこらのドラマーには負けないっつーの。これでも秋葉のゲーセンじゃ神と呼ばれたほどの腕前なんだぜ。へえ、そうなんだ、すごいじゃん。でもすずさんとクリスチャンがギターできるっていうのもびっくりだよ。できるって言っても私はコードを押さえるくらいしかできないけど。それでも十分だって。わかんないところは教えてあげるし。ありがとう。フェイリスはキーボードか。このキーボードだけはフェイリスの自前なんだにゃ。この前聞かせてもらったんだけど、フェリスちゃんピアノすっごく上手なんだよ。子供の頃からずっと習ってたからあれくらいは簡単にゃ。ところでマユリ、お前は何も持っていないようだが。え？ちゃんと持ってるよ。ほら、マユシーはね、タンバリンちゃん担当なのです。ルカコ、引っ込み思案なお前が随分思い切ったものだな。え？まあ、だがその引っ込み思案を直すのには
ちょうどいい機会かもしれん。京馬さん、ごめんなさい、何のことを言ってるんですか？何のことって、お前がボーカル担当なのではないのか？ボーカル？僕が？違います、ボーカルだなんて僕そんな大それた役できません。何？違うのか？はい、僕はコーラスで参加するだけです。だから後ろでひっそりと。ボーカル担当は誰だ？バカな！このシアツシがボーカルだと？一体どういうチョイスをしたらそういう編成になるのだ？くじ引き。何？今何と言った？だからくじ引き。くじ引き？ボーカルといえばバンドの中でも最重要ポジションではないか。その大切なパートをくじ引きで決めたというのか？しょうがないじゃない、他の人は楽器担当だし。じゃあ残った人でってなったら誰も自分がって人がいなかったんだから。フェリスちゃんやりたがってたんだけどね。ピアノは習ってたけど弾き語りは演奏とはまた違うスキルが必要だから諦めるにゃ。そうか。やっぱりやめる。え？もともとやりたいわけじゃないから。それにやっぱり私には向いてない。やってみないとわかんないんじゃないかな。ね、マキセクリス。そうね。っていうか、だいたい岡部、あんたはどうなのよ、人のこと言えるの？何？やはりバンドのミキとなるのはベースだから俺がベースをやるぞ。ふわーはっはっはとかなんとか言ってたけど、あんたはちゃんとベースを弾けるんだろうな。あ、俺は。まさか鳳凰院京馬ともあろう人が自分もできないくせに人のこととやかく言ったりしないわよね。実は俺は D メールを使ってたった今この世界線に来たばかりなのだ。岡部、どうせ嘘つくならもっとマシな嘘にして。嘘ではない、俺はついさっき D メールを使用して気づいたらここにベースを持って立っていたのだ。オカリン、いくらなんでも今のタイミングでそれは誰も信じらんねえよ。練習？俺が？あ、分かってるよ。練習してることはみんなには内緒なんだよね。だから誰にも言わなかったよ。ムー。
とにかくこうして集まったんだし、一度全員で合わせてみようぜ。そうだな、賛成だ。あら、さっきは自信なさそうだったのに、ずいぶん威勢がいいじゃない。じゃあ行くよ。みんな、用意はいいな。行くぜ。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。ギャフン。あんたね、あれだけ自信満々に言うから、もしかしたらこっそり練習でもしてるんじゃないかと思ったけど、全然じゃないか。お前こそ一人で先走って他の人間と全く会ってなかったではないか。しょうがないだろうが、誰かとセッションするなんて初めてのことだったんだ。へえ、これだからぼっちは。いやー、やっぱゲーセンのゲームとリアルは違うってことに気づいたわ。これは思った以上だね。指圧師、何？何ではない。なんだ今のは。多分お前はボーカルなのだろうが、それがなぜ歌わずに歌詞だけをメールで送ってくる。いいか、上手い下手は置いておくとして、せめて声を出さなければ意味がないではないか。どうする、オカリン。どうするとはどういう意味だ。だから動画投稿、さすがにこれじゃ無理じゃね。バカを言え、当然するに決まってる。あんた本気？とてもじゃないけど、さっきのは演奏ってレベルじゃねえぞ。そんなものは本番までに何とかすればいい。ダメだこいつ、目が本気だ。マジかよ。ん？おう、俺だ、天王寺だ。なぜ、ミスターブラウンがここに？もしかして、うるさくしちゃったから怒ってきたのかも。わかってるぜ、いるんだろう。入るぜ。ふん。ミスターブラウンよ、これにはそのいろいろとやむにやまれぬ事情があるのだ。だからここは一つ穏便に。やってるみてえだな。いや、だからそこをなんとか。え？
萌えかから聞いてるぜ。バンドの練習してんだってな。ほらこれ差し入れ持ってきてやったぜ。わ、ありがとう。ミスター・ブラウン、あなたは指圧師と知り合いなのか？指圧師？誰だそれ？あ、モエカだ。キリュウ・モエカ。なんでモエカが指圧師なんだよ。あ、いや、それにはまあいろいろと。そんなことよりも、指圧師との関係を教えてもらいたい。一体どういう関係なのだ？おいや、おめえには話してなかったか。萌香はな、まあ俺の知り合いの娘で、ちょっと事情があって今俺が身元保証人になってる。言ってみりゃ親代わりみたいなもんだ。親代わり？ミスター・ブラウンが指圧師の？ま、そういうわけだからバンド練習するってのも萌香から聞いて知ってたっつうわけだ。まあ遅くまででかい音出して近所迷惑になるようなことがなけりゃ多めに見てやるよ。そうか。そんじゃ俺は行くからよ。よし、許しも出たことだし、もう一度練習するぞ。指圧師、今度はメールではなく、ちゃんと歌うのだぞ。全書する。じゃあ、行こう。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。おい、シャイニングフィンガーよ。いい加減に、こうやってどうでもいい会話までメールで送ってくるのはやめろ。昨日も言ったが、歌うためにはまず声を出さねばならないのだ。それは分かっているな。それなのに、こんな些細なことまでメールで送ってどうする。レモンから口で言え、口で。レモン、
ふざけてるんじゃあるまいな。始圧しよう。お前はなぜそこまで喋らなくなったのだ。お前も好き好んでそうなったわけではあるまい。理由は何だ。なぜそうなった。言いたくないのかもしれないが、できれば教えてくれ。でないとバンドの件だって挑戦する前から失敗に終わってしまう可能性がある。昔何もかも嫌になって、生きてる意味がわからなくなって死のうって思った時、天王寺のおじさんが親身になって助けてくれて、今からラボに戻るぞ。お前を一人前の歌姫に育て上げるため、これからどうすればいいか、皆に意見を聞くことにする。よし、では行くぞ。あ、ちょっと。とまあ、他にも会話が苦手だっていう事象の原因はいろいろと考えられるわ。結局、早い話がどういうことなのだ？要するに、脳の機能から考えると、会話が苦手な原因がどこにあるかというのは一概には言えないってことよ。なんだそれは。そんなくだらん結論を言うために、無駄な話を長々と続けていたのか、お前は。そんな結論って、説明しなきゃわかんないでしょうが。説明しても対処法さえわからんのなら、説明したところで意味がないではないか。誰も対処法がわからないとは言ってない。ではどうすればいいというのだ。キリュウさんの症状から見ると、原因は脳というよりも心の中に原因がありそうに思える。だから催眠療法でその原因を取り除いてあげるのがいいと思う。なんだそれは。長々と説明して結局オカルト的手法に頼るというのか。催眠療法は別にオカルトじゃない、れっきとした科学の一部よ。現にアメリカでは医療や精神医学の分野でも積極的に取り入れられて、研究だって盛んに行われている。いいだろう。では100歩譲って催眠療法が科学的であるとする。その催眠療法を誰がやってくれるというのだ。
アメリカに行けば私の知り合いの先生を紹介できるけど。そんな時間も金もあるわけないだろう。これだからセレセブは。セレセブ言うな。だいたい何よその言い草は。あんたが桐生さんに楽しく会話をさせちゃおう計画を発動するから考えてくれって言うから一生懸命考えてあげたんじゃないの。考えてくれとは言ったが、あくまでも現実的な範囲での話だ。それから今回の計画はそんなかっこ悪い名前ではない。ちゃんとオペレーションローレライという名がついているのだ。何よ、だったら最初からあんた一人で考えればいいじゃない。それができんから皆の意見を聞いているのではないか。だったらもう少し意見を聞くっていう態度を示しなさいよ。まあまあ、二人ともそう興奮しないにゃ。ここはこのフェイリスに任せてほしいにゃ。なるほど、フェイリスさんならコミュニケーションのプロみたいなもんだもんね。そうだにゃ、やっぱりあれだにゃ。喋るときには別の設定を自分の中に作ればいいのにゃ。別の設定。そうにゃ、例えば萌にゃんは実は異世界から来たお姫様で、この世界には萌にゃんを探し出して亡き者にしようとする奴らが追っかけてきてるから、そのことを知られてはならないのにゃ。だけど喋ってると時々つい癖でお姫様口調が出ちゃう。そんな設定を自分の中に作ってみるにゃ。そうすると自分の中に自分とは違う別の自分ができて喋りやすくなると思うにゃ。お姫様、私が。難しく考える必要はないにゃ。早速やってみるにゃ。さあ頑張るにゃ。あの、さあ、やめだやめ。なんでにゃ、これからってところにゃのに。これからも何もない。そもそも喋るのが苦手と言っているやつに設定を作って喋れと言ってもできるわけがないだろうが。そうかにゃ。ルーク、他に何かいい方法を思いつくやつはいないか。ルカ子、お前はどうだ。そうだ、お前も引っ込み思案だからな、何か共感する部分があったりもするだろう。その分何かいい方法を思いつくのではないか。僕はその、確かに桐生さんの気持ちはわかります。やっぱり思ってることや気持ちを伝えるのってすごく勇気のいることだし。ん？なんだルカ子、お前俺に何か言いたいことでもあるのか。なんだ、思っていることがあるならはっきり言うがいい。あ、思ってることだなんて、そんな、急に言われても僕、こんなたくさん見てる前でなんてとてもじゃないけど言えないです。
念のために聞くが、マユリは何か考えはあるか？マユシーはもっとゆっくり焦らずに落ち着いて喋ると思います。ゆっくり、そう、こんな感じでジューシーから揚げナンバーワンはとっても美味しいよ。ジューシーから揚げナンバーワンはとっても美味しいよ。でもオカリンが電子レンジを電話レンジちゃんにしちゃったから食べられなくて悲しいのです。でも岡部くんが電子レンジを電話レンジちゃんにしちゃったから食べられなくて悲しいのです。やめだやめだ、地球の回転が遅くなったのかと思ってしまうではないか。ダールよ、お前は何か考えはないか。ようやく僕にお声がかかったとか、遅すぎっしょ。何？ということはかなりの明暗があると考えていいのか。あたぼうよ。では聞くが、その明暗とは？エロゲのセリフを声を出してよ。却下だ。早っ。てかまだ全部言ってねえし。聞かずとも判断がつくようなことを言うのが悪いのだ。最後、バイト選手は何かないか。そうだね。でも橋田至の意見じゃないけど、何かを読むってのは悪くないんじゃないかな。自分の言葉で言うのは苦手でも、朗読とかやったら自然と声が出てくるものなんじゃない。朗読か。問題は何を読ませるかだな。こういう時のお約束は名作と呼ばれる文学作品だろうが。あ、それならマユシーにいい考えがあるよ。漫画とかは却下だぞ。それは朗読の範囲に入らん。漫画じゃないよ。マユシーがいいって言ったのは携帯小説なのです。携帯小説だと？それはあのっていうかみたいなとかいうあれか。そういうのもあるかもしれないけど、おすすめの携帯小説があるのです。ねえ、それってもしかして私の虹じゃない？あれ、クリスチャンも読んでるんだ。それならフェイリスも読んでるにゃ。僕も読んでます。私の虹か。それはそんなに有名なのか？あれ、オカリン知らないん？現役女子高生が書いてるらしいって、ちょっと前から結構な噂になってるお。ちょっと自堕落で大敗的な感じが今の女子高生の一面をよく表してるって評判で、携帯小説の中でもダントツ人気があるとか。随分と詳しいな、ダル。まさかお前も読んでいるのか？もちろん。そういうのはチャットなんかでも話題になるし、チェックしておかなきゃなのだぜ。なんだ、みんな読んでいるのか。ということはバイト戦士もか。ああ、私は最近の流行りとかに疎くって。念のために聞いておくが、シアツ氏は読んでいるのか。一応。しかしそれならば話が早い。その私の虹とやらを音読してみるというのはどうだ。それはいや。なぜだ。せっかく皆が出してくれたアイデアなのだ。悪くないとは思わんか。
でも嫌なものを無理にさせるわけにもいかないよね。そうね。あ、もうこんな時間だにゃ。フェリスはメイクインに行かなきゃいけないんだにゃ。あ、私もお店に戻らないと店長に怒られる。じゃあしょうがないけど、キリュウさんに楽しく会話をさせちゃおう計画はまた次回に持ち越しってことにしましょうか。だからオペレーションローレライだと言っているだろうに。いいバイト？それはまさか何かの販売員にでもなれというのではないだろうな。だったらお断りだ。俺は販売員にはならんし、さらに知人に勧めて販売員を増やすようなこともしない。言っておくが、俺は記事など書けないぞ。投稿者？なんだそれは。つまり、やらせに協力しろということか。ふむ。バイト料はいくらになる？まさかゼロ3つではないだろうな。いいだろう、乗った。それでは詳しい話を聞かせてもらおうか。